どうもささんです、今回はですね、先日発表されたばかりの iPhone 14シリーズについて、ちょっと話していきたいなというふうに思っておりまして、というのもね、発表の直後にその内容をね、ちょっと短めにまとめて、お届けするっていう動画を出したんですけど、まあ、その動画の中でね、自分の意見、この製品についてはこう思うとか、まあ、これは欲しいとかね、この機能はいいと思うとか、そういった話全くしてなかったんですよ。で、コメント欄ではですね、結構盛り上がりを見せてるというか、まあ、ほとんどがね、否定的な意見だったんですよね。例えば今年の iPhone は全然ワクワクしないとか、もう Apple も終わりやなとか、まあ、もちろんそういった意見ばっかりではなくて、楽しみにしている人も、まあ、いるんだなっていうのは分かったんですけど、結構そこで ねバトルとかしてたりするんですよ。まあ、それもね、個人的には面白いんですけど、今回はですね、私さっさんの意見をですね、この動画の中で、まあ、iPhone についてどう思ったのか、話していきたいなと思います。はい、ということで早速なんですけど、まあ、今年のね、iPhone 14シリーズについてどう思ったのか、一言で言うとですね、まあ、YouTuber さっさん一個人としては、楽しみにしてないこともないっていう感じですかね。ちょっと上から目線みたいな、言い方になってちょっと申し訳ないんですけど、まあ、正直言うと、そんな感じかなと思います。で、Apple の発表、今年もね、まあ、リアルタイムで全部見たんですけど、本当にね、こう映像の作り方とか、見せ方、紹介の仕方っていうのが上手くて、それを見たらね、うわ、すげえ今年もアップルやってくれたやんっていう気持ちにはなるんですよ。なるんだけど、まあ、よくよく落ち着いて考えてみると、あれ、なんか安全性の機能、例えばこう車で事故ったりとか自転車で事故った時に緊急で連絡してくれるって機能とか、あとはですね、まあ、カメラが全体的にパワーアップしたりとか、まあ、そんぐらいだなっていうことに、気づきまして、で、さっき YouTuber のさっさん一個人として楽しみっていうふうには言ったんですけど、まあ、それはですね、カメラについてなんですよね。まあ、やっぱりね、こういうふうにガジェット系の YouTuber をやっていて、iPhone についてるカメラがどのぐらい画質良くなってんのかとか、普段の撮影にはどの程度使えるのかとか、まあ、そういったことはね、やっぱ試してみたいなという気持ちがあるので、まあ、さっきも言った通りね、今年も購入しようかなというふうには、思ってるんですけども、まあ、欲を言うとあっと驚くような機能だったりとか、もうちょっとねエンタメ寄りの機能っていうのが、まあ、あったら嬉しかったのかなっていうのが、本音ですかね。もうそもそもね、しかもライトニング続投っていうのもちょっとがっかりだったしね、せめて USB Type-C にしてほしかったなっていう、気持ちはあります。まあ、もちろんですね、今回のアップデート内容が全然ダメとか、そういうふうに言ってるわけでは一切なくてですね、iPhone 14シリーズも、まあ、今年もね、莫大な数の人が買うだろうし、その中でその新しく搭載される安全面の機能で、命が救われたりとか、まあ、役に立つっていう人はたくさんいるんだろうし、それはね素晴らしいことなんで、まあ、当然あった方が、いいのかなというふうには思うんですけど、多分多くのユーザーさん、冒頭で言ったね、否定的なコメントを書き込んでる方であったりとか、まあ、今年の発表でね、あんまり魅力的に見えなかったっていう方は、期待してた機能がそういったことではなかったんだろうなっていうのは、ありますね。なんかね、こう一般的なユーザーが求めてる、ニーズとはちょっとずれたことをしてるというか、まあ、まずですね、カメラなんて今の段階で十分高画質で、しかもね、こう自撮りする人とかって大体美肌補正アプリとか使うわけですよ。もうそうなってきたら、なんかね、こう突き詰めてインカメラの画質良くしたところであんま意味あんのかなとか、思ったりとかね、まあ、もちろん、ガジェット系 YouTuber やってる身としてはめちゃくちゃね、楽しみな機能ではあるんですけども、まあ、ほとんどがね、その既存のモデルよりカメラがね、高画質になって嬉しいっていうのは、まあ、コンテンツクリエイターみたいなね、そういった方なんじゃないかなっていう風に、まあ、思いますね。あと去年もそうだったんだけど、なんかね、この iPhone のカメラを使って映画撮れますみたいな、そんぐらいめちゃくちゃ高画質でクオリティ高いですみたいな、打ち出し方をしてたりするんですけど、それいるみたいなね、99.9% もっと、それ以上の方がね、映画なんて撮らないわけですよ。まあ、もちろんね、映画撮らなくても、まあ、日常でね、いい写真が撮れたりとか、まあ、ちょっと思いでにね、旅行先でいい動画を撮ったりとか、まあ、そういったことは、もちろんできるんでね、画質がいいっていうことに越したことはないんだけど、なんか一般ユーザーが求めてるレベルにはもうすでにね、13とか、12の段階で到達したりしてると、思うんでね、まあ、さっきもちょっと言ったんですけど、それとはね、また違ったベクトル、エンタメ要素で、もうちょっと進化させるとか、そういったことは欲しかったなと思います。まあ、今ね、安全面とカメラのことしか触れてないんですけど、もちろんそれ以外にも、例えばですね、こうノッチ部分がアップデートされてたりとか、まあ、これはね、プロだけの話なんですけど、ディスプレイのね、常時点灯がついたりとか、まあ、全体的なスペックが上がったりとかっていうのも、もちろんあるにはあるんですけど、まあ、何か革新的なワクワクする機能とか、それによってね、生活
が変わることとか、まあ、そういったものをね、ちょっと考えてほしかったなっていうふうには、まあ、個人的な感想としては、ありますね。でこの動画の冒頭で、僕はね今回 iPhone14 シリーズ買うっていう話はしたんですけど、まあ、その理由についてはですね YouTube のレビュー動画としてね、コンテンツとしてねその iPhone14 使えるからっていうのと、まあ、あとはね普段の撮影にちょこっと使えたらいいかなっていう、気持ちで買うっていうのがほとんどなので、どうだろうな、多分一般企業に勤めていてこうやって YouTube やってなかったとしたら多分ね、今13 Pro 使ってるんですけど、まあ、買い替えてないだろうなっていう感じはありますね。まあ、12シリーズでも買い替えてないかも。多分ね iPhone 8とか、まあ、10とかねその辺使ってたら、まあ、そろそろ買い替えてもいいかなぐらいになるかもしれないんですけど、まあ普通にガジェット YouTuber とかやってなくて、さほど興味なかったらですね、まあ、やっぱ買ってないんだろうなっていう風には、思いますね。結構動画のコメントで今 iPhone 何々を使ってて、そろそろ買い替えた方がいいですかとか、13が安くなるなら13の方がいいですかとか、言ってる方いるんですけど、まあ僕はそういう感じですね。極端に古いやつ使ってるんだったら、まあ、買い替えてもいいかもしれないんですけど、あとそれに付け加えて言っておくとですね、僕は絶対新しいモデル買うようにしてます。なんでかっていうと iPhone ってねやっぱリセールバリューが高いので、まあ、いらなくなったら、ね、売ってね安いスマホに乗り換えるとか、そういったこともできるんでね、まあ、最新モデルでいいんじゃないかなというふうに、個人的には思っております。はい。でこういうちょっと否定的な内容の動画をアップするとですね、結構怒り出すアップル信者とか、そういった方がいるんですよね。いやいやお前そう言ってるけどどうせ買えないから言ってんだろうとか、まあ、さっきも言った通りコメント欄で喧嘩してたりとか、まあ、そういうことも結構あったりするんですけど、まあ、一応言っておくと僕はその、今回のね新しい iPhone バカにしてるとか、まあ、買おうとしてる人をバカにしてるとかアップルもう終わりだなとか思ってるわけではなくて、あくまでね中立的な立場というか、むしろね、アップルめっちゃ好きで、iPhone 今使ってるし、MacBook も使ってるし iPad 持ってるし AirPods もね、使ってるし、まあ、好きだからこそ正直に言ってるっていう感じですかね。そこのとこ、ちょっとお分かりいただけたらなと思います。まあ、アップル好きなんですけど、アップルさんのやることであればもう全然何でも大丈夫ですついていきますみたいな感じじゃなくてですね、まあ、好きだからこそちょっと頑張ってほしかったなとか、まあ、来年のね iPhone には期待したいなっていう、気持ちがあるという感じでございます。まあ、ちょっとね、まとまりのない話になってしまったかもしれないんですけども、まあ、今回ね新しい iPhone に対する、私さっさの気持ちはこんな感じでございます。もしよろしければですね、皆さんも、ね、今回発表された iPhone だったりとか、まあ、他のね Apple 製品について、どんな感想を持ったのかとかね、ぜひ書き込んでいただけたら幸いです。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。